こんにちは、マッピーホットのエリナです。今日はフォトショップで何枚かの写真を合わせて作るパノラマ写真の作り方をシェアしていこうと思います。広角レンズやスマホのカメラを使えばパノラマ写真はパッと撮ることができます。ですが実際広角レンズは高いし、スマホでもパノラマ写真は撮れるけど、印刷するとなると画像が少し荒くなってしまいます。スマホよりもカメラのクオリティでパノラマ写真を作りたい人はもうフォトショップで簡単に作ることができます。フォトショップが勝手にカメラで撮った数枚の写真を合わせてくれるので、もう本当に簡単です。ステップとしてはたったの5ステップです。1つ目が写真を選ぶまたは撮る、2つ目が写真を取り込む、3つ目がレンズ補正、4つ目がトリミング、そして5つ目が最終調整です。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて詳しく解説しています。役に立つと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。まずフォトショップを始める前にパノラマにしたい写真を私はもう4枚選んだので、その4枚を見ていきます。で、今回選んだ写真がこの4枚です。これはアメリカにあるホースシューベントの写真です。で、これは私ではなくタジが撮った写真で、パノラマ用にこの4枚の写真を撮ったわけではなく、ブログのために全方向と思って撮った写真4枚です。で、適当に撮った写真が奇跡的に数年後パノラマ写真にすることができました。で、概要欄にダウンロードできるようにリンクを置いておくので、写真がない方は使ってみてください。で、パノラマ用に撮る写真のコツは、もう水平方向に写真をこのように撮っていくというのがもう第一ポイントです。今回使っていく写真は三脚を使わないで、なんとなく4方面から撮ったのでちょっとズレがあります。なので、できれば三脚を使って横に水平に撮っていくと後で綺麗に並びます。そしてもう一つポイントとしては、写真を撮るときに1枚目を撮ってから2枚目を撮るときは、1枚目と少し重なるところがあると、後でフォトショップがどことどこのつなぎ目をちゃんとつないでいけばいいのかというのをよく分かってくれます。なので、水平方向に撮る、そして重なるように撮る、この2つのポイントを注意して撮影してみてください。では、パノラマ用の写真が選べたところで、フォトショップでパノラマ写真を作っていきます。では2つ目のフォトショップに写真を取り込もうやっていきます。ではフォトショップにやってきました。で、フォトショップに来たら新規作成を押しがちなのですが、ここでは新規作成は押さなくて大丈夫です。パノラマを作るときは新規作成からではなく、上にあるファイル、そして自動処理、そしてその中にあるフォトマージをクリックします。そうするとこの画面が出てくるので、ここでパノラマにしたい写真を入れていきます。では順番に左側からやっていこうと思います。まず左側のレイアウトです。で、このレイアウトはパノラマをどんな感じに見せたいのかというのを設定することができます。まあ写真によってはちょっと変わってしまう場合があるのですが、事前に私が先に書き出したものと一緒に一つずつどんな感じになっていくのかというのを見ていこうと思います。ではまず自動設定です。自動設定はもう本当に自動でやってくれるので、ちょっとこれは一番写真によって変わりようがあるかもしれないのですが、今回の写真だとこんな感じに見えます。で、次に遠近法です。遠近法も自動設定とあんまり変わりがないのですが、ちょっと手前側がより手前に感じて、奥側のこの真ん中の部分が奥に感じるような作り方になります。で、次に遠投法です。名前からして円っぽい感じなのですが、本当にパノラマ写真もちょっと円っぽい丸みのある感じに仕上がります。そして次に球面法です。球面法も先ほどの円筒法にちょっと似てるのですが、ちょっと上に盛り上がってる感じに仕上がります。そしてコラージュです。コラージュは割と横に長い感じになります。あんまり遠近感がないような感じです。そして最後に位置の変更です。この場合はちょっと横にちょっと並べたという感じで、あんまり遠近感はない風に仕上がります。で、どれで試してもいいのですが、まあ、自動設定だったら大体うまくいくので、自動設定に今回はレイアウトを設定していきます。そして真ん中のソースファイルというところは、パノラマにしたい写真を選んでいくところです。で、仕様はまずファイルにします。そして参照をクリックします。そしてパノラマにしたい写真をすべて4枚選んでいきます。このようにクリックしてドラッグして4枚選べたら、右下の開くをクリックします。
そうするとこのようにパノラマ1234と出てくるので、これで画像の準備は OK です。そして下を見ると画像合成以外に周辺光量補正などいろいろあるのですが、この下の3つは後で自分で調整することができるので、ここはチェックマークはいりません。画像合成というところだけにチェックマークを入れれば OK です。そしてこれで OK をクリックします。そうするとこんな感じで、もうフォトショップが考えながらパノラマ写真に仕上げてくれます。ちょっと時間はかかるかもしれないのですが、出来上がるのを待ちたいと思います。はい、ではこんな感じで仕上がりました。で、右のレイヤーを見ても分かる通り、フォトショップが写真1枚1枚の必要な部分を切り取ってレイヤーマスクをしながら4枚全部一緒にまとめてくれたという感じです。ではここからもうちょっと修正していこうと思います。では3つ目のレンズ補正をやっていきます。レンズ補正はレンズそれぞれの特性によって写真が歪んだり色ずれしてしまうのを直す機能です。ではレンズ補正をする前に、この4枚の写真を1枚にまとめてしまおうと思います。で、ショートカットキーでコマンドオプションシフト E を押すと、このようにレイヤーが1枚増えて、この4枚のレイヤーをまとめた写真になります。で、こうすることによってレンズ補正をした時に写真全体を直すことができます。ではこの一番上のまとめたレイヤーをクリックして、フィルターからレンズ補正をクリックします。ここでレイヤーをまとめておかないと写真全体のレンズ補正はできないので、必ず1枚にまとめてからレンズ補正をクリックするようにしてください。ではカスタムをクリックします。で、まず上の歪みから見ていきます。この歪み補正は右にスライドさせていくと、写真の右と左側が手前に来ているのがわかると思います。そして逆に左にスライドさせていくと、真ん中側が手前に来るのが見えると思います。こんな感じで歪みを補正していきます。で、まあこの歪みを補正はもう本当に自由に自分の好みに合わせて歪ませてみてください。私は今回はちょっと遠近感があるままパノラマにしたいので、マイナス4ぐらいにしようと思います。で、次に色収差です。ここはそこまでいじらなくても全然大丈夫なのですが、色収差で何か物や人の周りについてる色を直すことができます。よく切り抜いた写真なんかは周りに少し色が残っているという場合もあります。ですが今回はあまりないので、色収差は何もいじりません。そして次に周辺光量補正です。これも後から自分で作ることができるので、ここではいじらなくても全然大丈夫なのですが、もしいじりたいという人はこの適用量を右にすると周りがちょっと白っぽく明るくなります。そして逆に左にスライドさせていくと周りが暗くなっていきます。今回はちょっと真ん中の0にしておきます。そして変形です。変形は写真全体の歪みなど直すことができます。パノラマ写真を作るときに歪んでしまうことがあるので、ここはちょっといじってもいいと思います。で、この垂直方向の遠近補正は右にスライドしていくと写真の下側が手前に来ます。で、逆に左側にスライドさせていくと写真の上が手前側に見えるようになります。ここも自由にいじってみてください。そして水平方向遠近補正は右にスライドさせると左側が手前に来て、左にスライドさせると右側が手前に来ます。そして角度はもう角度そのままです。こんな感じで角度を変えることができるんですが、これはまあほとんど使わないと思います。そして拡大縮小もそのままです。右にスライドすると大きくなって、左にスライドすると縮小します。もう本当にここの全体のカスタムは自由に決めちゃって大丈夫です。今回これで OK をクリックします。はい、ではこんな感じに仕上がりました。では4つ目のトリミングをしていきたいと思います。もうトリミングは自分の好きなサイズにこのパノラマ写真を切り抜いていきます。ではツールバーにある切り抜きツールをクリックして、もう本当に自由に切り抜いていきます。で、ここで後で透明な部分はもう直すことができるので、ちょっと大きめに切り抜いてしまっても大丈夫です。こんな感じで切り抜いていこうと思います。で、 OK かなと思ったらエンターを押します。そうするとこんな感じに仕上がりました。で、まあこの透明のところはまだ残ってますよね。これは最後の最終調整で直していきます。では5つ目の最終調整をやっていきます。で、最終調整では先ほどトリミングした時にも言ったこの透明の部分、
この写真のない部分を直していきます。ではツールバーにある投げ縄ツールだったり多角形選択ツール、マグネット選択ツール、どれでもいいのですが一つ選びます。今回は投げ縄ツールでやっていきます。そしてこの透明の部分を投げ縄ツールで囲んでいきます。では投げ縄ツールで最初の左端の透明の部分をこんな感じで本当にざっくり選択していきます。そしてこの右側のこのまとめたレイヤーをクリックしているのを確認してシフトを押しながらバックスペースを押します。そうするとコンテンツに応じるというのが出てくるので、これでは OK を押します。そうするともう写真がなかった透明の部分が一瞬で直りました。でこの点線を消したいときはコマンドで押すとこのように消えます。こんな感じで他の部分も同じように直していきます。では右側も同じように投げ縄ツールでこんな感じでもうざっくり選択していって、同じようにシフトを押しながらバックスペースでコンテンツに応じるで OK です。コマンド D を押して、で右側も同じようにやっていきます。で今回は簡単にできてしまったのですが、もしかしたら写真によってはうまくコンテンツに応じるができない場合もあると思います。そういう場合はツールバーにあるこのスタンプツールや修復ブラシツールを使って細かく直していく必要があります。でそれぞれ動画をアップしているのですが、どちらともどこからかサンプルを取って、そのサンプルで塗って埋めていくという感じです。では今回ちょっとパパッとスタンプツールを使っていこうと思います。では右下のところをズームしていって、でここの石の部分がちょっと同じ模様が入っているのが不自然なので、これをスタンプツールを使って直していこうと思います。ではまずオプションを押しながらコピーを取りたいところをクリックします。そしてこの丸になったら、この同じような岩のデザインみたいなのをこのように塗っていくと、ここのコピーがここで塗られていきます。こんな感じで直していく方法もあります。なのでもしシフトバックスペースでできなかった人はこの2つのやり方をやってみてください。そしてこれで終わりにしちゃってもいいのですが、レンズ補正の時にも出てきた写真の4隅を少し暗くさせる周辺光量補正を作っていこうと思います。ではまず最初にレイヤーを1枚足していきます。この右下のプラスボタンをクリックしてレイヤーを1枚足します。そしてツールバーにあるグラデーションツールをクリックします。でグラデーションツールについてはこちらの動画で詳しくやっていますが、今回はもうシンプルに白から黒のグラデーションを作っていきます。そして上にあるこのカラーのところをクリックします。そして基本の中にあるこの一番右、またはここが白と黒だったら一番左、どちらでもいいのですが一つ選びます。そして OK をクリックします。このグラデーションも左から2番目の遠景グラデーションをクリックします。そして真ん中からもう外側に向かってもう思いっきり外れてしまってもいいのですが、こんな感じでクリックしてドラッグして離します。そうするとこんな感じで真ん中は白くて外側が黒いという感じになります。そしてここで描画モードを乗算に変えていきます。描画モードの乗算についてはこちらの動画で詳しくアップしていますが、黒いところは黒く、白いところは透過することができます。なのでこんな感じで先ほどの白と黒の遠景グラデーションを乗算に変えると4隅がちょっと暗くなって真ん中はそのまま残りました。でこれだとちょっと強いかもしれないので、このレイヤーをクリックしてコマンド T を押します。そしてちょっと大きさをこのように変えるとあんまりやりすぎないけどいい感じになります。こんな感じで OK かなと思ったらエンターを押します。そうすると4方向がちょっと暗めになって真ん中は明るく仕上がります。こういう風な周辺光量補正をすることもできます。ではパノラマ写真が出来上がったので、もうビフォーアフターを見ていこうと思います。ではこちらがビフォーの4枚別々の写真です。そしてこちらがアフターのもうパノラマにした写真です。もうフォトショップがほとんど綺麗に仕上げてくれたので、もう直すとことしたらもう透明な部分で写真がなかった部分だけです。はい、今回はフォトショップで写真何枚かをパノラマ写真にする方法をシェアしてきました。もう数枚の写真をフォトショップに教えるだけでフォトショップがガッてまとめてくれるのが本当にすごいところです。なのでもしちょっと広大なところに行って写真を何枚か撮ってきたことがある人はぜひやってみてください。フォトショップでパノラマ写真作れるのすごいじゃんと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。